シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。これ4つ弾きでもすごくドラマ性が伝わるようなね、このうねり、曲の中のうねりとかストーリーを感じさせてくれる素晴らしいメロディー。歌難しいです。歌のメロディーがね、すごく難しいんです。高い音域から下の音域までこうすごくこう使うんでね、この辺はちょっと歌の練習必要かなと思いますので、ちょっといろいろやっていきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジでございます。で、大体のはね、ポイントのところを押さえてるんで、フルコーラスでやりたい方、1番のね、A メロのコードとかこう書き出して、2番の米津玄師さんが歌ってるところの歌詞を書き加えると
あのフルコーラスの楽譜がご自身で作れると思いますので、ちょっとチャレンジしてみてください。ひとまずはね、今のガズレレショートカットバージョンのアレンジ、シンプル簡単バージョンの動画に合わせて一緒にできるように練習してください。コードと歌詞出てますからね、 YouTube と何回もこう合わせて、これ歌ね、さっきも言ったけど、まあ難しいんで、ね、何回も何回もやってるうちにガズレレ YouTube の簡単版に合わせられるようになると思います。合わせられるようになった方、おめでとうございます。まずそこがファーストステップ、ゴールのクリアでございます。さあ次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はね、YouTube を見ずに皆さんご自身一人っきりで歌を歌ってリズムを生んで音楽をこう作り出す、これをやってもらいたいです。でも最初のうちいきなりちょっと覚えられないんで、最初は楽譜を見てね、楽譜を見て何回も自分だけで練習するのがいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんですかって話になると思うんですけど、ご安心ください。今のね、打ち上げ花火をね、はい、見てこのノート、今このね、ガズ手書きで書いたこのノートを見ながら今演奏したんですよ。もうちょっとしたらこの カメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいかがでしょうということでシェアしようと思うんですけど、今ねめっちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の打ち上げ花火を含むガズが今まで書きまくってきたもうノート楽譜のストックがもう膨大な数あるんですよ。その中から皆さんが毎月5曲やってみたい曲をお選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、もちろん YouTubeと完全レートですよ、すぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。でこのガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としてはガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ、会員メンバーの。すごいですよね。ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てると、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながらウクレレのリズム練習、基本リズム練習もなんか千本ノックみたいなやつですねとか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ねこう真面目ですよ、真面目トレーニングです。はい、だから、ガズクラブとガズレレ大学ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやるなんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックにお勉強の場所になってますね、キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い、2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してば、どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のこともあの概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版の打ち上げ花火です。ダオコさん、米津玄師さんのコラボ、これはねすごい曲なんですよ。はい、ちょっと見ていってほしいんですけど、ちょっとここに矢印書いてあるでしょ、矢印。これ矢印はシンコペーションといって、リズムがスコーンと前に食い込むんだけど、これ後半のかっこいいバージョンだ。この辺ちょっと説明していきます。今のシンプル簡単バージョン、上の段をゆっくりやったということになっております。でここにもちょっと書いてあるんですけど、これあと後半のかっこいいバージョンでは、1番の A と A メロの1番2番ね、一弦の3フレット全部押さえたまんまやるっていう、そういう奏法をしたいと思います。まあこれ今のシンプル簡単バージョンは関係ないですけど、かっこいいバージョンでそれ解説していきます。こうやって写しとくんで、皆さん一時停止してメモ書きしてください。これはですね、あとは動画のデモ演奏中のテロップを一時停止してもいいと思、書いてもらってもいいし、先ほど紹介させてもらった、ガズクラブでこの楽譜ノートをそのままゲットしていただくのもいいし、あとこれもあります。これに入ってるんですよ、この簡単ウクレレソングブックに、これのね、これに入ってます、楽譜。簡単バージョン。はい。これも5月1日です。とにかく、楽譜をちょっとね、ゲットしてもらうのがいいと思うんですよね。はい、じゃあ写しときます、ひとまずね。はい。一時停止で書いていってください。はい、いいかな。はい、じゃあここサビ。このサビのところのね、このメロディーラインとか、これかっこいいバージョンでは、ここ結構弾き方がね、キーポイントになるところがあって。はい。で、こうブリッジのところもね、ですかね。してちょっとここ注目なんですけど、構成をちょっと伝えます。今、イントロやって A1、A2 やって、サビやって、ブリッジパート行って、したらこれ見て、はい、イントロ2回なんで、イントロ、ここを2回、これが1回として、これを2回繰り返して、その後 A1 行くんですね。A1 ってここです。ここ。ここ。あの日、見渡した渚をのとこね。はい、これをやったら、今度サビにいきなり飛びます。はい。書いてある。サビに行きます。はい。サビに行って、サビが終わったら、今度は、
ラストのエンディングのここラーラララララララ、これをやって、終わるんですけど、ここ2回繰り返すんですけど、1回目はこのコード進行、2回目はこのコード進行やって、最後の最後のラストにイントロフレーズを、繰り返して終わりますということなど、なかなかのねすごい対策なんですよね。でこれでもショートカットアレンジですので、はい、一応そんな感じでガズレーアレンジになっております。これ映しておこうか、最後のところちょっと今映しながらね、ラララララララ、このメロディー覚えるのもね結構ね大変です、ララ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 ラところね、はい、こんな感じになっております。参考にしてください。じゃあ出てくるコードちょっと解説します。コードはね見て、入門コード5個だけでできちゃうんですよ。すごくない？このドラマティックな曲。言っていきます。C と Am と F と G7 と Em7。入門コード5つです。この入門コード5つはですね、皆さんご安心してほしいやつなんですけど、これです。ドン。ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入っちゃう。すごい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画見てコード10個覚えちゃおう。今日は5個ですけど、まあ遅かれ早かれ、覚えるのをおすすめします。はい。そんなわけでこれからかっこいいバージョンの解説、説に、ね、入っていこうと思うんですけど、今日はこのタイミングで言わせてもらって、歌、やっぱりさっき何回も言ってるけども、この曲って、あの日見渡した渚を、音程のもこのメロディーがすごいんですよ。今も思い出すんだ、砂の上に刻んだ言葉、君のとかね、このね、微妙な音階。これをね、こう、聞き込んで覚えて、まず4つ弾きで歌のメロディーと言葉のタイミング、しっかり把握してからかっこいいバージョンに行きましょう。じゃないとかっこいいバージョン、ここにリズムが加わるから、もうね、てんてこまいなことになっちゃうんですよ。はい。ひとまずそれをお伝えしておいて、かっこいいバージョンの解説、入っていきます。かっこいいバージョン、コードは全く一緒なんですけど、主に弾き方が変わるんですよね。なんだけど、ちょっと最初にちょっとあれか、まあいいや、弾き方からいこう。今日出てくる弾き方、結構山盛りですよ。いきます。はい、これ、ドン。アルペジオと、8ビートとシンコペーションと16ビートのチャとカッティングという、この結構山盛りなことになってるんですけど、今出てるこの弾き方はですね、ここにリンク貼っています。このリンク先はね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚、その中にそれぞれのね濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされてますんで、それぞれの弾き方じっくりちょっと見て皆さん練習してもらいたいんですけど、今日はねちょっと順を追ってパートごとちょっと弾き方の説明をしていきたいと思います。まず前奏から A メロ、アルペジオで行くんですけど、シンコペーション、この矢印マーク、シンコペーションのマークが入っています。このシンコペーションというのはリズムがね、こうズコンと前に入ってくるよというリズムで、すごい特徴的。で、しかもこれアルペジオなんで、ちょっとイントロのコードを出してみます。G7 の前と C の前に矢印が書いてあるんだけど、こんな感じで行きます。せーの。ドーン、食い込んだでしょ、今。ここで C が前にドーンと来た。このタイミングがシンコペーションという、タンタンタン、タン、うん、タンタンタン、タンって食い込んでいく。はい。これなんですけど、今回ですね、さっきも言ったんですけど、イントロと A メロ1番、A メロ2番のところで、特徴的な弾き方。すべてのコードを1弦の3フレットを押さえたまま弾きます。1弦の3フレットってことは、つまり C ですよね。で、このイントロのコード進行で見てみると、F を押さえてる時もここの1弦の3番目を押さえてるんですよ。小指が押さえてるのがいいと思いますね。F 行って、G7 行って、わかる？ F 行ってもここ押さえたまま。G7 行ってもここ押さえたまま。Am もここ押さえたまま。C はこのまま離すだけってことですね。そうするとこうなります。これかっこいいでしょ、この世界観。ずっとここ1弦の3フレット、ガズの場合は小指でずっと押さえてます。薬指でもちろんいいですよ。 F とかちょっと押さえづらいかなと思うんで、小指でガズはやってますけど、はい、とにかく1弦の3フレットずっと押さえたままこの、弾き方。1番の A メロはここがアルペジオなんですよね。アルペジオっていうのはこの分散和音という弾き方なんですけど、シンコペーションが入ってくるんでちょっとね、不思議な感じですけど、タントンタンパントンタントンみたいなイメージ、タントンタンパントンタントン、これが、ちょっと調整してみてもらいたいやつです。ちょっとイントロのコードゆっくり練習で回してみましょう。せーの。ためてね。こんな
な感じ。これ A メロの1番もこのリズムのまんまこの歌が入っています。そして A メロの2番、寄り返す波が足元をよぎりっていうところなんですけど、ここはですね、一弦のサブレットを押さえたまま同じコード進行で回していくんですけど、8ビートにちょっとね、ノリを加えます。そうするとこうなります。寄り返す波が足元を切り何かを回す、ドンパンアップで、ドンアップ、はい、Aマイナーから C、 はい、これもずっと1弦の3フレットを押さえたままですよ。はい、でここの A メロの2番の一番最後のところは、かっこいいバージョンはここちょっとね、伸ばす感じでいきましょう。夕凪の中日暮れだけが通り過ぎてゆく、こんな感じで、パッとサビに入っていくんですけど、このサビでこのリズムが出てくるんですよ。16ビートのチャのカッティングなんで、16ビートのチャのカッティングなんですけど、ちょっと通常のものと違います。ちょっと聞いててね、歌わずに演奏だけします。ワン、ツー、スリー、ファイ、わかる？ダンクダンズクチャカタチャタ、こんな感じです。それではちょっと C で練習しましょう。せーの、タトコタトコチャカタチャカ、タトコタトコチャカタチャカ、タトコタトコチャカタチャカ、こんな感じで、カッティングを入れると、タツクタツクチャカタチャカ、タツクタツクチャカタチャカ、こんな感じですけど、カッティングはですね、ブリッジパートのところではちょっとカッティングっぽいのがかっこいいかなと思うんだけど、サビのパッと光って咲いた花火を見ていたところは、そんなにカッティングを激しく入れなくてもいいと思うんですけど、ここがですね、ちょっと特徴的なリズムですね。ちょっとサビのコードをちょっと回してみましょう。この弾き方でゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォー。これね、ワンブロックコードが2つでしょ。だからこのコード切り替えるタイミングをちょっと見てみましょう。 F で、 F でチャカタ、ここから G7、 F、 F、 G7、 G7、 チュクパンチュクパン、このチュクの後でコードが変わる。ダンドクダンドクチュクパンチュクパン、ドンドクドンドクチュクデンドデン、はい、ここのリズムちょっと特徴的、リズムキープすごい難しいで、しかも16ビートのチャを弾きながらのカッティングをちょっと織り交ぜつつの、しかもそこで歌うわけです。この歌がまたですね、メロディーラインがありますからね、まあこの辺がなかなか、サビはなかなかのリズムだなと思うんですけど、はい、やってみてもらって、その後のブリッジパート、パッと花火が夜に咲いたところは、ちょっと激しくカッティング入れた方がかっこいいかなと思う。ちょっとやってみましょう。せーの、パッと花火が夜に咲いた、パンツタン、ラッツパンツパンツパンツパッタパッツパンツ、ちょっとキレが加わった方がね、ここかっこいいかなと思うんで、皆さん聞いた印象でね、ちょっとこのカッティング応用してやってみてください。で、あと動画の中のテロップに伸ばすとかタタタタンって書いてあるところはね、そのデモ演奏を聞いていただいたら分かってくれると思うので、その辺の感じかな。で、あとこの強弱結構ね、大事です。弾く強さ、最初イントロの、イントロとか A メロのところはほんとつまびく、か細くつまびく感じで、で、A メロの2番になって、寄り返す波がちょっとだけパワーアップして、で、サビになったら、パッと光って咲いた、花火を見ていた、ドーン、ダンス、カタカタカタ、ここはちょっとダイナミックにドーンといく感じ。なるべくこうゆったりどっしりがいいと思うんです。打ち上げ花火にドーンと来る感じをイメージするのがいいと思いますね。打ち上げ花火の音源を聞いても、なんかなんとなくそういうイメージを持ったんでね。ドーンつく、ドーンつく、つく、ドーンつ、ドーンこうなんかダイナミックにね、もうスケール大きい感じでサビができるとかっこいいと思います。はい、もちろんそれで映画の世界観とか歌詞の世界観もじっくりこう頭の中でイメージしながら、そのイメージと演奏がカチッと一つになる。これが楽しいところですからね。それではやっていきましょう。打ち上げ花火、風レレレかっこいいバージョン。やってみる3、4。あの日見渡して
このすごくダイナミックな感じと、あと押し引き、このうねりっていうの、曲の中のうねりと、あと歌のメロディーラインとか、もう歌詞とか、もう夏っていうか、なんかもうすごいんですよ。もうだから最初にも言ったけど、これからのもう真夏のね、これ歌い継がれる定番曲になるんじゃないかなっていうような感じがしますよね。汗をかきながら思いっきり歌っていきましょう。タワーレコードでこの3カ所で無料の誰でも参加できる、インストアライブイベントやりますよ。はい。これはですね、こっち、これ、黄緑色のソングブック6が8月17日に全国発売になるんですけど、楽譜、100曲入り楽譜ですけど、それの発売を記念したイベントなんですけど、8月18日、東京渋谷のタワーレコード、8月24日、長野県上田市のタワーレコード、9月の8日、大阪八尾のタワーレコードさんで、イベントやります。ウクレレ持って集まってください。大セッションしましょう。どなたでも参加できるんですけど、この今映ってる3つのタワーレコードさんで、本の予約していただくとですね、いいこといっぱいあります。予約は電話とかインターネットでできて、遠方の方もそのイベント当日に受け取れるってことも可能ですんでね。はい。で、そこでね、予約してもらうと何がいいことあるかというと、この本にですね、ガズがサインをし、写真撮っちゃうよという、件と、あと、イベントやるときに前の方にある、ちょっとこう、いい席を確保できていただきますよということで、詳細、概要欄に貼っとくんで、ぜひこの3店舗さん来てもらいたいし、ここに、ウクレレ持って集まってください。あ、そしてですね、私ガズボですね、この今映ってる3会場かなり遠いです。ってことは皆さん遠方の方も集まってください。何も東京だから東京の方ってわけじゃないですよ。東北の方、北海道の方来てくださいね。そういうのもね、大歓迎です。大阪の会場には九州の方、四国の方来てください。はい。そんな夏の旅の思い出作り、ぜひよろしくお願いします。はい。そしてですね、ずらっと並んでるこのガズレレ本たち、これも合わせて20万部突破。ありがとうございます。ということで、ガズレレフェア開催です。フェア期間はね、8月中旬なんで、もうちょっとですね、ご案内しますけれども、フェア期間中にフェアをやっているお店でガズレレ本ゲットしてくださった方は、特製のこのミニノート、大きさこのぐらいです。今ちょっと手元にないですけど、めちゃくちゃいいですよ、これは。ガズレレフェア限定ノートです。全員にプレゼントプラス、
こっちの、ウクレレ3名様に、抽選で当たるというね、フェアをやります。ぜひご注目ください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、学部の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときは、ここのね、楽譜に手で書いていくんですよ。このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さん、チェックよろしくお願いします。それと、ガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とか、タブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜。で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども。でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そして、ガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私、ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと、本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そして、ガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひ、このバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。